ます。2分しかありませんね。あ、取られた。はい、じゃあ今のうちに自己紹介。はい、僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。瓶のジャグリングしたハムリカン、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、現在40歳、芸歴15年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて主に子供たちの前で勝負してますが、現在コロナの影響で1年8ヶ月ほどですね、もう、無職状態です。貯金切り崩して生活してます。で、ずっと自粛してます。そんな中でアニメにハマって約1年半でですね、470作近くアニメ見てます。気づけばアニメリアク職人と名乗り、現在アニメリアクターをやってますが、なぜアニメリアク職人かというと、もともとここの家、僕が一人暮らしをしてたワンルームの家なんですが、2017年の9月28日、東京で一人暮らしをしてたうちの母にいろいろとありまして、向こうで住めなくなって一人暮らしも難しくなって、SNS 各種 PV、プロフィールなどを載っけてますんで、よかったらね、そちらをぜひ見ていただいて、本物の僕の姿を知ってください。そしてコロナが終わった時にぜひどこかでショーを見ていただければ幸いです。はい、前置きが長くなって大変申し訳ありません。はい、で、過去のアニメリアクション動画に関しては再生リストに作品別にまとめてますが、もう近いうちに全部消しますんで、よろしくお願いします。はい、ちょっとアカウント停止くらいたくないんでね。はい、ということで、Dアニメストアにてデージミーツガール1話です。前置きが書くとほんますいません。いきます。3、2、1、スタート。
ージって何？あ、ギブユーコさん。この前あ、なるほど。方言指導家ギブユーコさんね、あの玉浦の桜田真央ですね。で、あのギブユーコさん生年月日全く同じです。1981年1月28日。ちなみに僕は星野源さんと、元グラビアアイドルで藤井隆さんの奥さんの、乙葉さんとも丸々一緒の誕生日です。どうでもいいですね。はい、ということで今回は、ヒロインの名前何？そういえば名前見てなかった。日がなんて読むのこれ。日がなんて読むのこれ。マウホシって書いて何て読むの。鈴木一郎で一郎選手やん。で、比嘉海星がお父さんかな。比嘉何て読むやろな。安野行野さんですね。はい、ということでちょっとあの1話は何ですかこれ。ちょっと滝先生ばりの何ですかこれ、沖縄じゃこれが普通。幻を見た。ちょっとわからんかったな。はい、まあ、とりあえずこれ毎週見ていきたいと思います。確か昼の12時に上がるんでね、ちょっと楽しみに、ね、していこうかなと思います。で、まあ、86が上がるはずなんですが上がってこないですね。で、異世界食堂もまさかのプレミアム状態で見れませんでした。はい、ということでこの後はどうしようかな。